症状碑、症状ヒーロは、園児色と区別するために付けられた色名で、色彩は赤みの強い赤紫色。ポルトガルやスペインとの南蛮貿易の舶来品で、知られる色で、室町時代後期以降に流行する。特に戦国時代、武士は南蛮貿易で入手した症状ヒーロのラシャの生地でジンバオリなどを仕立て、珍重された色である。色彩の対比。 標準的な赤色症状ヒーロ症状平社地、青いもんつけジンバオリ式名の由来は、脳の演目、症状の役者の面や装束が鮮やかな赤色、ヒーロのため、その印象が強かったことに加えて、白来品への想像が重なり、症状比の色合いを、症状の地を材料にしているからだなどと人々がやゆし、この名前で呼び習わすようになった。症状は、 中国古典に登場する架空の生き物であって、症状の血はあくまで作り話であり、実際の原料は、昆虫のケルメス、あるいはコチニールカイガラムシかエンジムシによって染めたと考えられている。ラシャは舶来品の希少価値から、室町安土桃山、江戸時代と高級品とした、某桃織物だが、中でも、症状比のラシャは、織田信長や豊臣秀吉など名のある武士が、 人馬織に仕立て愛用したため、権力や権威を表す最上の高級品として扱われた。江戸時代では、ヨドヤという商人が買い集めた、症状費のラシャを、幕府が没収することもあったと言われ、聖徳2年成立の和勘三歳図絵では、症状費のラシャを、症状側と知るし紹介している。19世紀の現存品では、症状費の非け子装束や、 女性用の家事装束の羽織、胸当て、袴、ズッキンなどを東京国立博物館が所蔵し、当時の威風を伝えている。ラシャと共に、主に武士の間で好まれ、ジンバ織への使用が代表例となっているが、江戸時代以降も今日まで引き続き装束や和服で用いられ、少女碑は日本の伝統色の一つとなっている。 伝小早川秀明所用の症状平社しゃちがいかま、母用人はおり。ありがとうございます。